はい、皆さんこんにちは。これから静岡市職員の受験を検討されている方に、静岡市が推進している施策や採用試験の重要ポイントをお話しさせていただきます。担当は静岡本校の担任講師をしておりますレック専任講師椿と申します。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに静岡市の概要を簡単にお話ししたいと思います。静岡市は約70万人が住む政令指定都市であり、行政区は葵区、駿河区、清水区の3行政区あります。葵区にはユネスコエコパークに登録された南アルプス、奥志津と呼ばれる中山間地域があります。駿河区にはトロ遺跡、ホッキョクグマロッシーがいる日本平動物園があります。清水区には世界文化遺産の構成資産の一つである三保の松原があります。近年世界文化遺産登録後、観光客の増加に伴い環境の保全が問題になっています。静岡市といえばお茶やみかん、桜エビが有名です。清水区出身の漫画家さくらももこさん原作のちびまる子ちゃんが有名ですが、まるちゃんの静岡音頭を広く市民に知ってもらうため、市がプロモーションビデオの作成や出張教室をし、静岡音頭の PR に力を入れています。それでは静岡市の市政運営のお話をします。静岡市は町磨き戦略推進プランを掲げ、都市の活力を高める取り組み、安心安全な地域をつくる取り組み、次世代人材を育む取り組みの3つの重点政策で市政が運営されています。平成27年度より第3次静岡市総合計画に基づいて市政運営がされます。静岡市が直面する課題をお話ししますと、市の人口減少が問題となっています。そこで市は人口減少を食い止めるために婚活支援をしています。その一つに静岡型結婚支援事業、静岡エンジェルプロジェクトがあります。その中で静岡市主催で会員制の出会いのイベントを開いています。また平成27年には徳川家康公400年祭が行われ、駿府城跡の櫓再建など駿府公園の整備を進め、歴史と観光の街づくりを推進しています。それでは一次試験についてお話しします。平成26年度の採用試験から内容が変わりました。事務系職種は教養試験だけで受験できるようになりました。教養試験は55題を全問回答します。福祉、技術、免許資格職は専門試験のみで40問を全問回答します。一次試験日の最後に面接シートの記入があります。筆記試験の成績により次の集団面接試験の受験対象者が決められます。ここまでが一次試験です。集団面接では全て30秒で答えるように指示されます。自己 PR、 静岡市の施策、時事問題について意見を求められるので、最近のニュースや話題になっている市の施策を知らなくてはなりません。次は二次試験です。二次試験は筆記試験、面接試験があります。二次試験では一次試験での得点はリセットされるので、すべての受験者とは同じスタートラインに立つことになります。筆記試験は漢字の読み書き、四字熟語、時事および市政に関して70問の穴埋め記述式の問題です。出題テーマがとてもユニークで、 JR の鉄道の話題、トロ遺跡のゆるキャラトロベイが出題されました。面接試験は一次筆記試験当日に記入した面接シートに基づいて行われます。事務と福祉職は面接が1日に2回あります。二次試験の面接試験が450点と配点の比率が高く、人物重視の試験ということが言えます。最後になりますが、静岡市職員の志望を検討している方々に向けてお話をしましたが、レックでは47都道府県庁政令試験に特化した論文面接対策の講座があります。
またリアル面接シミュレーションで模擬面接を何回も受け、本番に向けての練習を重ねて、おすすめをします。さらに詳しい情報はお近くのレック各本校にお問い合わせください。それでは失礼します。